はい、皆様こんにちは。今日は久しぶりの節約動画となります。楽しみにしてらっしゃった方も多いんじゃないでしょうか。と今日は節約の動画は合計で5つご紹介したいと思います。まず1つ目です。まずキッチン編です。キッチン編とガーデニング編と帳簿編と美容編とお買い物編の合計5つの小別でご紹介します。それではキッチン編です。排水口の水切り袋が100円均一で売られていると思うんですけれども、その水切り袋を結構毎日取り替えられている方も多いんじゃないかなと思います。その水切り袋の取り替えタイミングを1週間に1回取り替えると結構長持ちします。100円均一の商品っていうのは実は隠れた節約効果が期待される商品が意外と多いです。商品お醤油の入れ物があるんですけども、私が購入したダイソーの醤油差しは結構適量で使えたりしてるので、意外とお醤油が長持ちしています。次に冷凍のフローズンフルーツについてご紹介します。これが今使っているパッキング動画でご紹介したこういう袋、かなり便利ですのでぜひお使いいただければなと思います。でこちらとちょっと水音がちょっとパッキング交換できてない関係でちょっと音入ってるんですけども、これは拭きです。拭きを塩ゆで、もしくは重曹で湯がいて、で皮をむいて、サランラップのここにこうくるんでこういう袋を入れています。これはインゲン豆です。インゲン豆も下茹でが結構必要だったりするのでかなりちょっと手間がかかるので、こういうふうにあらかじめ湯がいてパッキングしておくと、あとはもうレンジでチンするだけで簡単です。で、あとは最近はこちらは新生姜の甘酢漬けを作っています。ちょっと蓋がなくなっちゃってるので、こういうふうにちょっとラップと輪ゴムで密封してるんですけども、瓶もあらかじめ熱湯消毒させた状態のものを使うようにしています。でこちらも新生姜を使ってるんですけども、赤じそでこうつけといて紅生姜を作るようにしています。たこ焼きとかお好み焼きとかを作るのもすごく重宝しそうです。ちなみに赤しそなどはこういうタッパーウェアさんの赤しそのシンプルなんですけども、こういう100円均一のこういうのミックス系のものはおられているので、ぜひ活用いただければなと思います。こうしておくと空気も触れないので保存できるんです。次は美容品です。前髪は比較的カットしやすいのでおすすめです。横の毛も横の毛っていうかこれでちょっと説明するんですけども、
えば、まあ、この辺りが顔だとすると横の毛を上と下で分けて、それぞれ上の毛髪をすくいをすきばさみで、下もすきばさみですくと結構なかなかいい感じの仕上がりになります。あとは私の年代になってくると、ちょっと前髪とか中の方に白い毛髪が出てくるっていう方もいらっしゃると思います。その時は根元からカットしちゃったいいと美容師さんから聞きました。次は100円均一で買ったその、まあ、最近使ってるその、まあ、コスメのご紹介です。チークとかアイシャドウとか全部ちょっと切れてしまったので、最近はこういうパウダーを買いました。こちらは100均ダイソーさんで購入しました。こちらはチーク、こちらはファンデーションで、こちらはアイシャドウです。すごく色とりどりで使いやすくなっているのでおすすめです。次はガーデニング編です。今夏野菜でゴーヤとバジルを育てています。夏野菜とあとは日よけのためにちょっと伸びるかどうか実験中。ガーデニング編の続きなんですけれども、これから暑くなってきます。夕方5時頃に散水をするとすごく涼しく過ごせられそうです。続きまして帳簿編です。金銭水筒帳、まあ、こういうノートが、まあ、これは100円均一じゃなくて Amazon で買ったんですけども、まあ、こういう専用のノートが使いやすいので使いやすさ重視で買いました。以前まあ、簿記の動画でもご紹介してたんですけど、まあ、詳しくは割愛しますけれども、こちらの帳簿とあとはご自身が毎日使われている手帳ですね。その去年の手帳と比較して、その過去の自分自身の消費傾向をつかむためにたまに振り返って帳簿の確認をしてみましょう。合わせてこういう応用帳があれば、ご自身の財務状況も合わせて判断できる。次はお買い物編です。お出かけ前にお菓子を食べてから出かけると空腹時による購買欲求が抑えられます。2つ目は家の購入検討は今空き家が狙い目です。持ち家だと負担が少し抑えられて、住宅ローン金利は2016年現在史上最低水準です。来年の4月には消費税は確率に上がるそうです。家を買うときはまでは9月末までに考えられるといいでしょう。展示場見学に行ってみて、話を聞いたり、パンフレットは絶対持って帰っておくといいです。たまにプレゼントがいただける場合もあります。ちなみに報道では東京都豊島区が消滅都市とささやかれています。市の方も百貨店などと提携して女性に優しい街づくりを推進されている自治体もあるので、いろいろ街の情報収集もおすすめです。